こんにちは。この回は今年4月から京都大学の教育学研究科の修士課程に入られた方が一応主たるオーディエンスであるというふうに伺ってます。入学おめでとうございます。その他の方を無視するわけではないんですけれど、一応念頭においてお話をしたいのは、これから教育学研究科で、まあ、大学院レベルで研究を始めるという方たち、つまり今ペコッとお辞儀をされた皆さんです。後ろの方の人はもうちょっと年配の方もいるみたいなんで、ちょっとそういう人にはこれからする話があんまり意味がないのかもしれませんけれども、それでだいたい英語で話をするときは、私はパワーポイントがないと英語は下手なので喋れないんですけれども、今日は日本語ですので比較的楽に喋れるので、パワーポイントなしでお話をします。で、もう早速ですが本題に入りますが、なんか久しぶりに授業やるみたいだな、日本語で。嬉しい。こういう言葉を聞いたことありますか？見たこと。どういうふうに読む？意味わかる？カリスの本を読んだんですけど、ちょっと忘れちゃった。忘れちゃった。僕の本で学んだけど忘れてしまった。教育効果がほとんどなかったです。読みだけ学んだわけね。ルビーをつけて。知ってる？彼女は、こういうのを押し付け合いっていうの忘れてしまった。これ分かる方は分かる、はい、これはなんか一つの習慣を自分の行動の基準とするような習慣を指します、ね、うん、はい、準拠だもんね。よりどころとするような集団だよね。これピーター、これ英語で何て言うの？知りません。知らない。じゃあもう一つのアメリカ人は知ってるだろう。え、ジェラメ、わからないです。わからない。これ英語で何て言うか知ってる？あ、はい、誰か手を挙げた？違う、あ、こうやったの。あ、はい、知ってる。知ってる人がいましたよ。はい、レファレンスグループ。レファレンスグループ。反対が所属集団。はい、はい、そうですね。ありがとうございます。反対語、対になることまで言ってくれましたね。レファレンスグループっていうんですね。で、これ一番有名なのは、ロバート・ケイ・マートンという人が、アメリカの社会学者が1960年代の初め頃ですね、多分61年だと思うんですけど、61年に出した本というか、そこの中で使われてとっても有名になった、まあ、概念です。これいけないかな、これ聞くと、もしこれがポリティカル・インコレクトだったら後でカットします。この後に生まれた人、61年の後に生まれた人、ほとんどの人はこの概念が生まれた時にはまだ生まれてなかったのね。で、未だに有効だと私は思います。私はこの前に生まれてます。これさっき言ってくれたように、要するに拠り所とする何かその基準となる集団ですよね。これでも英語ではレファレンスって言うんですね。これレファレンスの動詞は何だ？リファーです。リファーだよね。リファーってどういう意味？言及する、参照するだよね。
ほらこういった途端になんか皆さんがやる研究活動とちょっと近づいてこない。これ英語で論文書くときに reference って書いたらこの後には何が続く？参考文献だね。まあ参考って言葉と準拠って reference、 まあ言及するだったら似てるよね。reference って論文で書いてずっと書いてって最後のところで reference って出てくるとそこから先はどんな研究にレファーしてるのかっていうのが書くわけだよね、出てくるわけだよね。これ論文の書き方としてはとっても大事なポイントだよね。レファレンスのない論文を読むのとレファレンスがたくさんあるのを読んだときにその2つの違いはどこにある？それぐらいわかるよね。先行研究をもとにしているかどうか、先行の知見の上に立つ論文か、そうでない論文か。今度ほら、レファレンスは先行研究、先行するって言葉が出てきたね。前に行われてる研究だよね。これにたくさん言及してるか、それとも全然出てこないかで先行研究の量によってゼロ対多数だったら何が違う？ゼロ対多数レファレンスがの文献がゼロの論文とそれはそのあの信憑性がないということになります。どっちがない？ゼロ。でもさ、私はこう思って誰も先行研究私の前に誰もやってないってなったらどうしたらいいの？これリファーしようがある。でさ、これのあるかないかとかこれの量って結構論文書くとき大事なんだよね。だけどそのことはどんなことが意味があるかっていうのはもう少し議論の余地がありそうだね。さてそこで出てくるのがこれです。準拠集団です。準拠集団からレファレンスグループのレファレンスから、まあ、レファーって直しに行ってまたレファレンスになってこの先行研究ってレビューする先行研究まで来たのね。ちょっと違う質問するよ。この辺聞いた。あなたあの何研究するの？多文化教育です。多文化教育、はい、感情です。ん？感情です。か、うん？感情について。感情？おお、感情を研究する。いいですよ。あ、うん？秘密？修士じゃない。あ、修士じゃないんでもいいよ。あ、市民性教育です。市民性教育、うん、ピアサポートです。ん？ピアサポート。ピアサポート。今どんな研究してるんですかっていう質問に対していろんな答えが出てきました。他に答え方がありますか？他の答え方。じゃあちょっと違うふうに日本語変えてみよう。ここまで来たね。あなたの専門は何ですか？私の専門はもともとは建築です。お、もともと。今は？今は、研究マネジメントです。研究マネジメント。私は認知心理学です。認知心理学。臨床心理学。臨床心理学。同じく臨床心理学。臨床心理学。生化学。ん？バイオケミスト。バイオケミストリー。ほら今度学問の名前が出てきましたね。どんな研究してるんですかっていう質問に対する答えと専門は何ですかって聞いたときに今度学問の名前が出てきましたね。これもちろんどんな研究してるんですかって聞かれたときも学問の名前で答えることもできますよね。ね。それからあなたの専門は何ですかって言ったときも研究のテーマで答えることもできますよね。
ね、これまあその人がそのどういうふうに感じるかによって、答え方が違ってくる。前者のどちらかというとテーマに近い答え方をする場合と、後者の何々学みたいにして答えた場合にどんな違いがあるか、それを準拠集団という漢字を使って答えなさい。答えなさい。今2つ答え方があるって言ったんだよね、皆さんの回答をもとに。テーマで答えるか、学問の名前で答えるか、ね、この2つの違いを準拠集団という言葉を用いて150字以内にで答えなさいってところは、新しいさ広大接続で言われている記述式の問題になるよね。これどういうふうに答える、さっき誰だっけ、準拠集団知ってた人、あなただっけ、ちょっと150字じゃなくていいから適当な長さで答えてみて。あ、そうですね、あのもしそのあの選考によって答える場合は、多分その学科自身に認めているということが推測できるんですけど、専門分野だとなんか違います、課題だとなんか今はまずは その課題に集中して他 の学科的なものは意識せずに、そういうような状態を表すのかと思います。なるほど。さっき所属集団って言葉を言ってくださったけれども、まあ、所属集団に近い形で準拠集団というふうな答え方をする場合というのは、どちらかというと専門で何とか学って言ってて、それが何とか学科とか何とか学部とかっていうのに、こうつまり組織とか制度とか、当然そこには人々がいて集団とかってなってると、これはその自分が所属している準拠集団として、あるいはメンバーシップの集団として、その学問名によって表されるなんとか学が宛先になるよね。その代わり、さっきの最初のテーマで言った場合には、例えばさっきの感情、ちょっとドキッとしたのね、感情、やっぱさすが京都大学だと思ったのね。でも感情って誰だっけ、あなただっけ、あなたの専門は何ですか。感情じゃないの。感情は専門じゃないんだね。だから認知心理学という集団規則先で感情を研究している。感情をテーマに何とか学で認知心理学以外で研究している人この中にいない。あ、じゃあどんな研究があるか知ってる人、岡部君知ってるよね。そうだよね、感情社会学ってあるよね。あ、岡部君なんて言っちゃいけない、岡部先生だ。彼はかつて僕の学生だったんだよね。昔、もう年取ったよな。昔の学生がだって聞いてんだもん、そこで兄弟の先生やって。なんだっけ、あ、そうだ。つまり感情社会学って言ったら、感情研究してたって所属先として認知心理学や臨床心理学の人もいれば、社会学の人もいるよね。ね、これテーマだったら、そのテーマにどうアプローチするかっていう学問によってこれ違ってくるよね。そうするとさ、準拠集団っていうのはさ、とりあえず一つは自分の所属先の集団であり、それは別の言葉をで言うと、まあちょっとすごい広い、自分がそのメンバーである何らかのアカデミックなコミュニティっていうのがを想定して、それをどれぐらい広くするか、ちょっといろんな、これは線の引き方があるんだよ。もう大きい社会科学とか教育研究とかって言ったらすごい大きいでしょ。あるいは心理学って言ったらまだ大きいよね。その中で例えば臨床心理学とか、
認知心理学とか、まあ、そうやって分かれていくかもしれないし、社会学だって細かく分ければ感情社会学専門にしてるって人がいるかもしれない。さすがに感情社会学科はないとは思うんだけどね。だけどそうやって何らかの人々が集まっている共同体を想定できるよね。専門からアプローチするか、専門は何ですかからアプローチするか、テーマからアプローチするかによってちょっとこうクロスオーバーするところはあるけれどもね。さてそれでもう一回このレファレンスに戻ります。先行研究を論文で書きなさいって言った時に、感情を研究している人は自分の研究の共同体の中で通用する研究を先行研究とみなすよね。感情社会学にを引用する？ほとんど読まないよね。だけどもしかしたらさ、感情社会学からその臨床や認知やってる人だってさ、心理学だってさ、すごいいいアイデアもらえるかもしれないじゃん。で、こうやって先行研究と学問共同体、まあ準拠集団かな、自分が所属したら自分がリファーしている集団、この関係を見て、その中にまさにそのレファレンスの対象としての自分が言及すべき研究がどこまでなのかって考えたときに、すぐ問題になるよね。どこで線引く？どこでやめる？で、しかもさっき極端な例で比較したように、レファレンスが、先行研究の引用が、参考文献のリストがゼロの場合とたくさんある場合ではどっちが信頼できるって言った？いっぱいある方だよね。じゃあたくさんの方がいいの？どっかで歯止めをかけるよね。どこで歯止めをかけるの？何を選んで先行研究にする？これさ、論文の書き方としてはテクニカルなものに思えるかもしれないけど、自分たちの学問は何ですか？自分の所属している学問の準拠手段は何ですか？自分のやっている学問の共同体の中に所属感を持つってことは、ある種の学問的なアイデンティティを持つってことでもあるから、自分の研究者としての学問のアイデンティティはどこですかってことがみんなこれと絡んでくるよね。誰をリファーするのか。で、この瞬間だっただよ、たった今この瞬間だっただよ、世界のどっかで皆さんに関係ある論文が生産されて発表されてるかもしれない。ね、最近のようにどんどんスピードが速くなって紙ベースで出版じゃなくて、もうどんどんメディアベースで出版が行われたら、これどこでやめる？一つはその時間の問題出てくるよね。これ今っていう現在の問題だけじゃないよね。過去どこまで遡る？感情についての研究なんて何年前まで遡れるんだろうね。これもどっかで区切らないと困っちゃうよね。で、そういうふうに考えると実際には無限ではないんだけれど、有限なんだけれど、ほとんど個人が扱う量としては無限ですよね。これは先行研究、自分がやってる今書いてる論文より先行してるものはほとんど無限なんだけど、一つのくぐり方はこれだ。感情全部は無理だけど、感情労働はまでは無理だけど、認知心理学や何だっけ、臨床心理だっけ、どっちだったっけ、臨床心理だったんだっけ、ごめんね、そのどっちか忘れちゃったけど、臨床心理で扱われている感情についての先行研究は見ておこうねってなるよね。で、大学院で学ぶ時って必ずそういう時に先生が、これは読んどきなさい、これはゼミで読みましょう、こういうものをちゃんと
見とかないとダメですよねって最初分かんないうちは教えてくれるよね。それでじゃあこれは読んどこうかなと思って読んで先行研究のレファレンスのリストに上げていくよね。さて今度は一応学問対象で共同体は攻めました。それから時代的にもまあ一応過去少なくとも10年15年ぐらい見とけばいいかなって便宜的に決めたとします。もちろんそれ以上古いものも入れてもいいんだけれどもね。今度はたくさんあった場合に何を選ぶか、どうやって選ぶ？先行研究のリストを作るとき、自分でさ論文書くだろ、はい、そういうとき先行研究を引用するだろ、はい、何を引用したり何を参考にする、どうやって選ぶ？直接的に、まあ、関連したり人から先生から進めてもらった研究に、まあ、ついている先行研究とか、うん、芋づる式、うん、一つのやり方だね、芋づる式っていうのはね、つまりこの場合は自分で関連してると思うことでツールが出てくるんだよね、芋のね。そうですね、ね、うん、そう思います。それだっていっぱいあるぞ、芋のツールは長いぞ、はい、その場合はどうする？長いですね、うん、どうするんですかね、うん、どうしてもちょっとわからないです。わかんない、はい、そうやってたくさんのツールがもう芋づる式でやったとしたってだよ、いろんなものが出てきたって時にここら辺プロなんだよね多分ね、学生さんに聞こう、この辺かな、はい、どうどうする？論点を示される先行研究と示唆が得られる先行研究をまず選んで、それから今関連しているものを一番関連が一番つながるものを選んで、そういう形で、つまり自分の研究をサポートする、もうすでに先行研究があったり、それから手がかりを与えてくれたり関連している、でそのやっぱり中心からまずやって、だんだん薄いところに行って、まあこの辺でいいかなってところでやめるんだよね、うん、ね。でこれはさ、それぞれの学問共同体ごとに自分、まあこの大きさはそれぞれあるにしてもね、一応それなりにこの中でリファーすべきものっていうのは多分あるんだよね。でそれ外すとさ、こんなのも読んでなくてこの論文書けるのって言われちゃうようなマストがあるんだよね、きっとね。でマスト以外は多分一応自分の研究をもとにそれをサポートしてくれてるとか、あるいは反対意見だっていいんだよね、関連してればね。関連っていうのは必ずしもポジティブなつながりだけじゃないからね、あの自分と全く反対の意見でも、あるいはあの反対の議論しててもいいんだよね。でさ、そうするとこの話ってさ、レファレンスの先行研究のリストを作るだけじゃなくて、どうやってレビューを書くかってことだよね。必ず修士論文を皆さん、まあ、2年後になるのかな、あのここも2年間だよね、その2年間のコースだったら多分もう来年の今頃になるともう修論のテーマ大体決めていて、そして1年ぐらい勉強すると大体先行研究の主だったものを読んでいて、ゼミとかね、あるいは自分で読み進めて、そしていよいよ、まあ、いつか提出か分かんないけど、提出から何ヶ月か前になった時には論文の執筆に入るわけだけど、おそらくその前ぐらいから大体こういう文献をレビューしといた方がいいよねってなるよね。つまり参考研究をリスト上げるだけじゃなくて、それらについて議論するっていうことが始まるよね。これなんでレビューが論文を書くときに求められるんだと思う？なぜ論文を書くときに必ずレビューを書くじゃない？参考文献だけじゃないじゃない？先行研究のレビューを書くじゃない？なんでそんなの書かなきゃいけないの？今までの学問の変遷とかを踏まえた上で自分の今のところまでつなげるか、うんうんうん、今までの
学問の歩みっていうのを踏まえるため。学問の歩みを踏まえる、自分の研究までの、うん、これ結構遠大な構想だね。これ多分、まあ多分もう先生たちがこれからあの皆さんのゼミや授業で教えてくださることだと思うんですけれども、あのレビュー論文の書き方とか、あの論文におけるレビューの、まあ、チャプターなのかセクションなのか分かんないけど、 それをどう何のためにどう書くかっていうのは、実はこの共同体とか準拠集団の中でとっても重要なのね、研究する上でもね。それ一つは自分の宛先であるこの準拠集団のアウトラインをはっきりさせることだよね。つまり自分はこういう領域の先行研究をレビューしますよっていうことを言うことによって、自分がこの共同体、どういう共同体を宛先として考えているのかっていうのを明確にするよね。そうしないと輪郭なかったら、さっき言ったようにどこまで広げていいか分かんなくなっちゃうもんね。だから そういう意味では、一つはまずこういう共同体、こういう準拠集団を念頭に置いて、その中で行われてきた研究を扱いますよっていう、そういう範囲を決めるよね。それからさっき誰かが言ってくれたように、自分の研究に関係あるもの、関心のあるもの、あるいは自分の研究をサポートしてくれるもの、そういったものを関係のある順に、関連のある順番に書きますって言った時には、これは自分の研究を中心に置いた時に、それに対しての関係の度合いをいわば測るわけだよね。ということは、これひっくり返して言うと、そういうすでにある研究の中に自分の研究を位置づけるってことをするわけだよ ね。すると位置づける対象っていうのは、これは先行研究っていうのは平板にダダーッとあるわけではなくて、そこに何らかの図柄というか絵柄を描くことによって、その中に自分の研究を位置づけると、自分の研究っていうのはこういう研究なんですよと、こういうところではすでに行われていることとこういうふうに近いんですよと、だけどこういう研究に対しては違うかもしれませんね。そうやって、自分の研究を位置づけることによって、自分の研究に意味があるとか、それから重要だってことと同じだけど、これはとっても重要な研究なんですよってこととか、それからもっと言えばここは新しいんですよとか、それからここは私の同じことだけどオリジナルなんですよっていうことを言うときに、新しいとかオリジナルだっていうときに、何にもないところで私だけが宣言して、ここから書くのは私しか考えてませんってレファレンス抜きで書いたって誰も信用してくれないもんね。とそれがちゃんとオリジナリティがあるってことを分かってもらうためには、これを確定して、この範囲を確定して、その中に自分の研究を位置づけるってことをするわけだよね。重要性だけじゃないよね。自分の研究の新しさや、そしてまあできればオリジナリティ、そういったことまで書くことに、書くためのいわばコンテクストとして、そういう何か設定を、レファレンスの範囲を設定しとかないと言い続けられないよね。するとこれってさ、なんか自分で勉強して書いた論文をそのまま紹介していけばいいっていうことではレビューは書けないよね。必ず自分のリサーチの研究の目的やどこが新しいかってことを知った上でなければ位置づけられないもんね。そうするとこの研究は大事だよ、重要だよっていうのと、これはここが新しいよ、その新しいったって理論的に新しいのか、ファインディングス、あのエンピリカルな経験、あの経験的な分析による発見が新しいのか、方法が新しいのか、まあ、いろんな新しさがあると思うんだけど、同じ結果に到達したってそこに至るプロセスが新しいのか、解釈が新しいのか、今多分それはオリジナリティも新しさもいろんな意味があるけれども、でもそのことをしっかり言うためには、これをちゃんとレビューするっていうのは大事だよね。これ漫然と紹介するのとは全然違うよ ね。で、最初の私はこの学問共同体を念頭に置いてレビューを書きますよっていうのは、ある意味では自分が所属している学問共同体準拠集団に対して
これだけのことを私は知ってますってことを示すことでもあるわけだ。これないとこんな勉強もしてないでこんな論文書けないだろうって大体先生は叱るんだよ。で2番目の目的は今言ったのはそれだけじゃなくて自分の研究を意味付けたり位置付けたりする時のコンテクストとして先行研究をレビューするんだよ。それから当然その過程では実際にはもう住んでることなんだけど研究をやる前に自分が、この方法を新しくここから学んだっていうのは書いとかないと自分のオリジナルじゃないからちゃんとそのことは方法についても先行研究でこういうことやられてますよってことを言っとくとかあるいは理論を使ってもうすでにあるいろんな理論があってその理論を使って何かを解釈するときにはその理論について学んだよってことを単に知識をひけらかすだけじゃなくてそのことを自分なりにどういうふうに研究に生かしたかってことも書かなきゃいけないからこれもレビューしなきゃいけないよね。だから方法とか理論とかで当然これまでに分かってたことっていうのをそのファインディングスもレファーしなきゃいけないよね。こうやってコンテクチュアライズするっていうのはいくつかの目的があるんだけどそして目新しさやオリジナリティを意味付ける時もそれを明確にする時にもいくつかの宛先があるんだけどもその宛先によってレビューの書き方って違ってくるよね。でレビューっていつ頃書くと思う？論文書くとき例えば修士論文で順番としてはいつ書くのがいいと思う？最初に書いたらダメなんだよ。だって最初まだ分かってないんだもん自分の研究がどこにオリジナリティがあるか。一番いいのは、まあ、これは僕のやり方だから真似したらみんながいい論文書けるとは限らないんだよ。だけどかなり後の方でレビューは書いた方がいいんだよ。自分の研究が何であるかが分かった上でレビューを書くんだよ。ピーター何で笑ったの？私もそう思いますけれども、うん、多分そのように進める教員は少ないと思います僕は京都大学の先生じゃないから大丈夫なんだよね。そうね、ノーレスポンシビリティだからね。皆さんが失敗したらちゃんと皆さんの先生が正してる。でもそこまで露骨に言うかどうかともかく少なくとも自分の研究がどういうものになりそうでこんなことは分かったらこれ面白いぞって言った時にその面白さを一番発揮できるコンテクストを作りたいじゃない？わかる？この言ってること。どの舞台で見せるかで、どの背景で見せるかで。それが全てを無限に均等に学問共同体の先行研究をフラットに扱わなきゃいけないならこんなことは言わないんだよ。実際にはそうじゃないんだよ。必ずそこに風景を見せるんだよ。その風景の中に自分の研究を置くんだよ。その時に引き立つ風景の背景の見せ方もあればそれが全然目立たなくておいトンチンカンなレビューするなよどっちの方向向いてるんだみたいなレビューもあるわけ。つまりそれは知識の量じゃないんだな先行研究を読んでいる。もっと言うと実はそれによって先行研究の読み方が変わっちゃうんだよ自分の研究によって。みんなが同じように理解するっていうのももちろんあるんで共通の知識としては。だけどもう一つ重要なのはその研究から自分の研究が何か手がかりを得た時にはそういう読み方をしてるんだよ。でそのことはもちろんちゃんとそれ書かなきゃいけないんだよ。こういうふうに定説ではとか一般には読まれているがこの論文からこういうことを得ることができたって書けばいいんだから。そうすることによっていわばそのバックグラウンドというか自分の研究を位置づける背景をどういうふうにうまく書けるかっていうのは違ってくるんだよ。でこれは最初の段階ではわからないから最初の段階は一生懸命勉強するしかないんだよ。で勉強しながら自分の問題意識や研究リサーチクエスチョンと関係づけながらだんだん読み進めていくうちに自分のリサーチクエスチョンも輪郭がはっきりすると同時に先行研究の読み方も変わってくるんだよ。
できればさ、僕たちはみんなだよ、ここにいる人は全員そうだと思うんだけどさ、できればこの共同体の中でオリジナリティの高いことを書きたいわけ、みんな。だ、たださ、自然科学と違って明確なはっきりとした発見とか、はっきりとした、なんて言うんだろうな、そのそれこそアインシュタインのような革命的な理論を作れるわけじゃないし、全く新しい発想で全く新しい理論ができるわけじゃないから、社会科学とか人文系の学問っていうのはそこはあの理科系のようなものすごいこう革命的な新しいそのオリジナリティが生まれるっていうのは本当に難しいんだけれども、発想の違いとか見方の違いぐらいでとどまることが多いし、まあ実証研究だったら新しいファクツを発見したってことはあるかもしれないし、歴史研究だったら新しい資料を発見することによってこれまで知らなかったことが分かったってことはあるかもしれないけれども、あのそうではない分野だとやっぱりオリジナリティっていうのはそんなに簡単にめちゃくちゃにすごいものっていうのは出てこない。それでもやっぱりできればオリジナリティのあるものを見つけたいとか書きたいとか思うわけだよね。そうするとさ、なんだろうね、この研究って営みはね、オリジナリティを求める営みっていうのはね、 M1 になったってことは一生それをやるってことだよ。あ、どっちでやめちゃったっていいんだけど、つまり研究者、プロの研究者になるってことはそのオリジナリティの程度の差はあれそれを求めるってことで、もう人がやったことを、まあそれはもちろんリピートして同じ事実を確認しましたっていうんだって、どっか新しくないとさ、全く同じデータ使って全く同じ方法使って同じ結論になった時にはさ、このリピートっていうのはさ何なのかってよく分かんないもんね。それは少し方法を変えましたとかデータ変えましたっていうならこれは分かるね、それは意味があるでしょ、おそらくね。だけどそうではなくて、何かもうちょっと付け加えられるような、そういうなんだろうな、新しい知識とか新しいものの見方みたいなものを提示しようと思った時にはなかなかこれは大変だ。でもできればそういうことをやりたいよね。これはまだ誰もやってない 見方だ、新しいものの問題の捉え方だと、新しいそのなんだろうな、こう理論というのはそれを体系的に考える考え方を提示できたとか、新しいそのコンセプトというか、ある新しい言葉によって今まで論じられてなかった現象に目を向けたとか、でそれもしっかりとした事実に基づいてそれを提示できたとかって言ったら、これはやったなって少し思うよね。ちょっと書き終わった時にこの辺でガッツポーズをしたくなるよね。そんな大きなガッツポーズじゃないけどね、お、やったぞってちょこっと思うよね。で、そういう研究をやるっていうのが、まあもちろんいろんな面白さがあるんだけど、僕はやっぱ研究ってものの持ってる面白さの最大のものだと思って。オリジナリティのあるものの見方やオリジナリティのある研究ができた時に、まだやってないよ他の人はって思った時に面白いなと思うんだな。そうするとさ、たださ、これはさ、いくら先行研究をリファーして、そうやってリストをレビューして自分ではこう新しいよって言ったってさ、私だけ思っててもダメなんだよね、これ悲しいことに。そういう意味じゃ私なんかめちゃくちゃオリジナリティの高い研究ばっかりなんだけど、みんな独りよがりなんだよね。じゃあどうしたらいいの？この人たちが認めてくれないといけないんだよ。この人たちが、うん、確かにこれは新しい、確かにこれはユニークだ、確かにこれはオリジナリティがあるって誰かが認めてくれる。それもまあその認め方いっぱいあるよね。一つは学会誌ね、皆さんが主論を書いてそれをもとにどっかの所属している学会、この学問共同体でね、ここに向けてその短い論文にして提出すると、当然そこには先行研究もレビューして、ここが新しいんだよって、ここが重要なんだよってことを書いて出して、そしてそれが認められると、それは一応その程度は別なんで大きさはだけど、少なくとも
オリジナリティが認められて、その研究が学問共同体の中で発表されて、誰かがそれを読むってことになるんだよね。これは学会誌に発表された論文と自分でホームページ作ってそこにそのアップロードした論文の違いは、ここに認められている、られているかどうかだよね。この認定があるかどうかで全然その意味が違ってきちゃうわけだよね。さて次の問題は、テーマはこう見るといろんな人がいろんな分野でいるんだけれども、とりあえず修士論文はあなたは何語で書くの？日本語。その後ジャーナルに書くとしたら何語で書くの？ジャーナル英語。英語で書く。じゃあもうどのジャーナルか決まってる？決まってない。でも英語で出すってことは、これ日本のジャーナルなの、海外のジャーナル？海外。日本でも英語で書かないといけないところはある、うん、あなた日本語で書いて日本語で出します。もう大体どの雑誌か決まってるの？これ防御層言ってもいい、まあ、社会学評論か教育社会学研究か。あ、社会学系なの？社会学系、うん、なんで日本語なの？日本語が書きやすいからです。書きやすいで僕は喋りやすいのと一緒だよ。あなたは何で英語で書くの？他の論文が英語で書いてあるから、それは。あなたは何なの分野？教育行政学。行政学は英語なんだ。一部、うん、そうするとこれほら言葉の問題がここで出てくるんだよね。でこれほら、これはこの共同体は仲間だから、所属集団でもあるから、この人たちがどんな言語を使ってるかによって宛先違ってくるよね。宛先で使われる言語がね。であなたの場合はやっぱり日本語なんだよね。日本語書きやすいもんね。であなたの場合は英語なんだよね。難しい。あ、難しいけど英語なのね。うん、まあでもいいよね、うん、頑張れでもちろん中国語もあるかもしれないし、フランス語もあるかもしれないし、ドイツ語だって、ヨーロッパ語だけじゃなくて、それアラビア語だってあるかもしれないけど、とにかく何語で書くかっていうのは、この中のこれを支えている言語と関係するよね。それから実は実際問題としてはこれも関係してくるよね。これ日本語のジャーナルに出すときには主に日本語の論文で大事なものを出してないとダメだもん ね。あなたはどんなテーマで研究してるの？予備校の研究してます。予備校の研究、そういうときは塚田守とかリファーするの？あ、します。英語で？あ、もっと日本語になってる。あ、日本語になってる。あ、そうか、ごめんなさい、知らなかった。あ、つまり予備校っていう日本の現象を研究していたら、まあ、これは先行研究としては日本語がいっぱい出てきて、そして日本語ので出されるジャーナルに、まあ、多分社会学会に入っていて、日本社会学会に入ってて、教育社会学会に入ってて、まあ、このどちらかの雑誌に出すんだよね。であなたは国際ジャーナルっていうのは国際学会があるの？基本は教育行政なんですけど、うん、比較の方も扱うようになって。ああ、そうかそうか。なるほど。あ、じゃあ日本ではない国をやる可能性もあるし、メインは日本の方なんで、うんうん、メインの研究の基は絶対に日本語。なるほど。その場合は日本語でやる。日本語書きます。お、言葉を使い分けるわけね。これさ、言葉のチョイスっていうのはさ、結構さ大事なんで、この共同体の意識の中でも先行研究として何を扱うかも。でさ、まあ、さっきから悪いんだけどさ、僕の知り合いの2人のアメリカ人とイギリス人からまたピーターのとこ来たんだけど、ピーターは日本語と英語でどれぐらいの割合引用？引用？あ、つまりそのレファレンス書くときに、あのレファレンスのリストの中で日本語が占める割合と英語で占める割合って大体どれぐらい？まあ、英語で論文とか本を書くとどうですかね、7割が英語かな、うん、もしかしたら。でも3割は日本語だよね。僕はピーターよく知ってるから、ピーターちゃんと僕のも読んでくれてるし、
あの日本語読めるからそうだけど、これジェレミーここで比較しちゃ悪いかな何割ぐらい日本語とは言うの？何割、まあ最初、まあ、卒業したばかりの時には英語での論文9割以上かな。で、うん、今最近はもうちょっと、うん、増えてきた、増えてきた、うん、日本語の専門研究。でもほら英語っていうリンガフランカでもういっぱいジャーナルが世界中にある人たちでも、日本のことを研究していたら日本語の文献がどれだけ混じるかっていうのはさ、差があるんだよね。これ日本人の人に聞いて、英語で書かない場合には日本語と外国語の文献の割合ってどれぐらいになるんだろうね。これも知ってる人がいたから聞いちゃおう。ジャンルに違うんです。あ、先生の方です。いや、日本の対象で書くときにはほぼ日本語で書きますし、で外国のことをやるときには外国のものをかなり含めるから多少違います、ね。うん、だからその宛先によって変えますよ。やっぱり日本の読者を想定したときには、あの多くの場合、私の経験では見た上ですよ、見た目では外国の文献大体翻訳なんで、現地で読む人もいるけれども結構翻訳多いです。翻訳されたものを読んで海外の文献として使う。でもちろんその今の何人かの方に伺ったように、もうそれはもう皆さんもうね、立派なすごい研究者の人たちばっかりですからね、あの使い分けるわけですよね。あとはね、どうやって相手先によってこれをどうするか。でこれってさ、日本の教育を研究するってことに対して今の言葉のチョイスとか、言葉のチョイスは言葉だけで終わらずに、どういう専攻研究を宛先としてリファーする対象として自分でこう境界っていうか、その輪郭を、そのアウトラインを作って、そしてその中に自分の研究を意味付けるかっていう時の意味付け方だって違ってくるよね。でもし学問というものが本当にユニバーサルで、例えばよく知らないけど物理学みたいな領域ではそんなことが起きるか。起きないよね。だってそれ、まあもうもともと多分英語でほとんど書くんでしょうけれども、それだけじゃなくて、そこで分かってることは、分かったことは、日本であろうとイギリスで分かろうと中国で分かろうと、おそらく同じことが分かってるはずだって前提があったら、これは仮に日本語の文献でその発見があったとしたって、それはその先行研究の宛先として日本語で日本の社会科学の人たちが書いてる時とは意味が違うよね。これほら、学問ってものが持ってる性格によって、この共同体の性格によって宛先が違った時に言語の違いっていうのが、特に人文系や社会科学系になると、その中でさっきの物理学の例とは違った言葉の選択の意味があるってことだよね。こういうチョイスに直面したときにどうするか。一つはこういうチョイスに直面しないという選択肢があるよね。私は日本専門、日本語専門、翻訳でしか読まない、生きていけるよこれでも。でもう一つのチョイスは、いやもう私は外国語一本、もう日本語では書かない、
それ何語かっていうのはまあ英語が多いんでしょうけどね、英語でしか書かない、これも一つの選択だよね。でもちろん両頭使い両方で書けるっていうのもあるよね。今3つのタイプ挙げました。日本語オンリー、まあ一応英語にしようか、外国語、英語オンリー両方、これによって皆さんの研究は変わりますか。研究の中身、問題意識、リサーチクエスチョン、変わりますか。どうです、あなたは両方で書くんだよね、どう変わる。研究の中身は変わらないかもしれないですね。参考にする先が、あ、これは変わる、うん、変わるかもしれないから、まだ、まだ分かん、これからやるんだもんな、 M1 だっけ、あ、じゃあ分かんないよな、うん、だけどその時に研究の中身が変わるかどうか、リサーチクエスチョンが変わるかどうか、これまあ M1 の人に聞いても無理だな、これはな、多分ね。だけど変わる可能性もあるかなとは思わない。どこに宛先を求めるかで、どんなふうにその自分の研究をまず意味づけるったって、意味づける対象がコンテクストが背景が違ったらさ、同じ研究のように見えて意味は違うかもしれない、ね、議論の仕方違うかもしれない。仮に同じ、まあ、あえて社会学の領域に引きつけちゃうと、同じ国際データがあって、例えば国際的に、まあいいや、最初日本からいこう。日本のデータがあって、これはもう定量的なデータで、でユニバーサルに通用している、どこでも通用している、例えば何らかの統計手法があって、それによって分析をしました、ちゃんとランダムサンプリングをされた20歳から69歳までの日本人です、どっかの研究みたいだね。でこれをこれに、なんだっけな、何でもいいや、なんかの、ランダムエフェクトでもいいけど、とにかく何かのリグレッションのモデルで何かを従属演出にして、所得を説明する上での学歴の効果の変化みたいなことをやりました。これ当然出てくる数字一緒だよね、同じモデルだったらね。でそれを日本語で書く場合と英語で書く場合で同じかどうかだよ。同じかな、ちょっとじゃあまた聞いちゃう。同じだと思う人、違うと思う人、うん、分かんない、うん、違うと思う人、ちょっと負けてあげて、うん、どう違うと思う。もともと日本語と英語の表現は違いますし、あとなんか言葉の使い分けも違っていくのから多分違うと思います。うん。同じの。同じの。あなたも取れた？取れた？同じ。同じ。まあ言い回しが変わるっていうのは当たり前だよね。言葉が違うんだからね。言い回し以上のことまで変わるかね。物理学だったら変わらないよね、多分ね。社会科学だと、歴史研究だったりすると変わりますかね、やっぱり。これはさ、答えはないんだよ。答えはないけれど、そこにチョイスがあるってことは分かったよね。何らかのね、幅があるよね。その時に、今度は、共同体の宛先が違うわけだ、言語によって。日本語で社会学評論に出した時はほとんど 99% 日本語のできるレビュアーが読む。で例えば英語の何でもいいや、 JS でも ASR でもいいんだけど、そういう、あるいはソーシャルエディケーションってアメリカの雑誌に出した時にはレフリーは何人か分かんない、日本語のこと、日本のこと書いたって。少なくとも英語の読める人だよ。で英語でコメントできる人で、レビューができる人。そうすると当然宛先が違うんだから、その中で自分の研究をどう意味づけるか、もっと言えば
オリジナリティがどこにあるよとか、この研究は重要だよっていうことを強調する時の強調の仕方は、さっき言ったバックグラウンドの絵柄が変わったら同じファクツが分かったって違ってくるよね。あえて言えば演出の仕方が違ってくるよね。どう見せるかって、ファクツ自体をね、自分の発見したね。これが物理学だったら、さっきから再三言うように同じようにユニバーサルな世界を相手にしてるんだから、ここで悩む必要はないんだ。ところが教育とか社会とか、そういうそのそれぞれの社会によって違いがあるだろうなと思われてるような対象を学問にしている領域っていうのは、その中で単に宛先が違うだけじゃなくて、その宛先の違いによってどう意味づけるかっていうことが違ってくるわけだ。たださ、その違いっていうのが難しいんだな、これを理解するのが。日本語だとね、日本でずっと何年も生きてりゃさ、ある程度わかんだよ、何が欲し、何がその、求められてるかってことがね。でしかも母国語で読んで書くわけだから、その母国語のスキルも高いから、もちろん情報入ってくる量も圧倒的に多いし、そしたらその中で、こういうことを言ったらいいとか、こういうことは新しいとか、こういうことを言ったら、まあ、あえて言えば受けるとか売れるとか、そういうことまで想像がつくんだけど、ある程度は想像つくようになるんだけど、外国語っていうのは、これ学問共同体をどこに設定するかにもよるけれども、そんなに簡単にその答えが見つかるわけではないんだな。だけどその時に我々は、私たちは、皆さんも私も一緒なんだけど、誰に向けて書きたいか、もっと言うと誰に読んでもらいたいか、それによって当然宛先が変わるわけだから、誰によってっていうのは、実はどんなふうに読んでもらいたいかってことと関係しちゃうわけだよな。するとどんなふうに読んでもらいたいかってことは、どんなふうに書くかってことに関係しちゃうわけだよな。もっと言えばどんなふうに問いを立てるか、それにどう答えるかっていうことにも関係しちゃうわけだよな。結果をどう見せるかってことにも関係する。そうすると言葉の選択のような問題が、実は社会科学とか人文科学の場合に、特に教育研究のような、一見、あ、教育研究ってちょっとここでポーズが入るんだけど、さっきの感情のような、例えば認知心理学みたいに実験心理学で、それは人間だもん一緒だろうっていうレベルもあるけれど、日本人の認知の構造と丸々人の認知は違うかもしれない。それ文化的なエフェクトを受ければ当然違ってくるでしょう ね。感情なんて特にさ、恐れとかさ、あと何だろう、喜びとかさ、あ、これ有名な研究だけどさ、いろんなワールドバリューサーベイっていう、そのいろんな価値観を国際比較する国際調査があるんだけどさ、例えば日本人はあんまりハッピーじゃないとかさ、生活に満足してないとかって出てくるんだけど、本当かどうかってこれよく分かんない。本当に日本人は不幸なのかって議論をそこでしていいのかどうか分かんない。例えばこういうのなんかも一つの言語の問題ではあるけれども、それはある意味ではその、言葉によって依存している学問っていうのは、一見、そのバリューフリーのように、バリューニュートラルに見えて、だけど実際にはそこに言葉や文化が関わってたりするってことがあるわけだ。でそれは単に違いがあるよっていうだけでは面白いってことは違うんだな。日本は違うよっていうだけだったら、これはそう書けばいいだけで、そんなのは面白いかどうかっていうのは別のことだし、それが重要かどうかってことも別のことなんだな。もちろんその全く逆で、日本も一見すると違って見えたのに同じだよってことが分かったら、それはそれで意味があるかもしれないんだけど、それをどういうかっていうのはこれまた違うんだな。そうすると
一旦この学問共同体という問題にテーマに言葉ってものを挟んで、宛先としての学問共同体が日本というバリアを一個超えて、その世界、その日本の外でどういう意味を持つのかって考え始めた途端に、もしかすると最初に持っていた問題っていうのは変わってくるかもしれない。まだ抽象的な一般的なことしか言ってないんだけどね。だけどできるだけ僕たちはそれでもオリジナリティを求めたい、面白さを求めたい。どうしたらいいんだろうね。こういうふうにチョイスの幅があって、その言語の選択や、それは単なる言語の選択に終わらずに、研究を意味付けたり、その意味付けるためにどういうふうにその背景コンテクストを描くかとか、それにどう載せるかってことによって全く同じ結果が出てきても、それの見せ方が違うって話を今までしてきた。そうすると今度は、さっきちょっと途中で言ったけど、誰に読んでほしいかっていう問いに直面、そういう自分なりの自問する問いを立てた時に、さっきの3つの選択肢があり得るわけだ。自分の研究を選ぶ時の、その、まあ、浅く大きくね、日本語だけ、英語っていうか外国両方って言ったけど、その中でそういう幅があるって思って研究した時に、自分の研究を本当にその発展した、それが発展していった時に、どういうところに位置づけられたら自分がハッピーかだよね。自分の研究としては何かを達成したとか、意味のあることができたと思うかだよね。で、僕は欲張りだから、できれば広く、できれば長く読まれたいと思っちゃうんだな。広くっていうのは、できれば日本人だけじゃなくて、別に英語ネイティブだけじゃなくて、英語が読める人だったら、もちろん日本語読める人で他の日本人以外の人だっていいんだけど、その人たちに読んでほしい。それから長くっていうのは、その一年こっきりのことではなくて、できれば10年20年読んでほしい。っていうか、それだけインパクトがあるっていうのは時間と空間のような気がするんだけど、で、そういう自分の欲求を持って、そういうものを目指しながら、さっき言った宛先の3つのチョイスの中で自分の研究を、しかも面白くやんなきゃいけないんだよ。やらなきゃいけないって言っちゃいけないんだな。面白くやりたいんだよ。自分騙すしかないじゃん。面白いぞ、これは面白いぞ、面白いぞって、最初はこれは意味があるぞ、意味があるぞ、意味があるぞ、まだ日本人誰も言ってないぞ、イギリス人、アメリカ人言ってないぞって、いや中国人も言ってないぞ、韓国人も言ってないぞ、台湾人もシンガポール人も言ってないぞって思ってやりたいじゃんと僕は思ってる。できれば自分で何十年か研究してきた先に、そういう研究が一つでも多くできたらいいなって思いたいわけですよ。思い続けたいわけですよ。で、多分この辺のね、新入生の方々は、先ほどちょっと伺ったら、大体皆さんが、多くの方は大学を卒業して入られてるっていうから、多分20代の前半ですよね。ね、もちろん後ろには年配の方いますけどね。と、20代の前半ってことは、70歳まで現役の研究者をやるとしたら、およそ50年弱ですよ。ずっと研究者やったらね、50年だよ。僕はもう60過ぎて62なんだけど、50年前と比べたらえらい変化があるわけ、この日本の社会や世界でね。そうすると、この過去の50年だってこんだけすごい変化があったら、皆さんが研究者の、今これから研究者になろうと思った研究者に、まあ今年からなったわけだな。それから仮に50年現役を続けたら、
なことが起きるんだろうね。そしてその時に皆さんがやってる研究っていうのは何十年もそれを積み重ねてた時に、まあ今日のこの時点で分かるはずもないんだけど、どういう意味を持つんだろうね、あるいはどういう意味を持たせながらその研究を続けられるんだろうね。そういうことをちょっとね、あの、なんだろう、突拍子もない発想なのかもしれないけど、でも皆さんが若いってことは、まだ20代の前半だってことは、少なくとも僕が40年たどってきたのと、もうすでに僕は40年経験してるわけだから、40年前と今と比べたら想像もできない変化なわけね。自分の研究者としての、あのやってきたことやね、今やりたいこととかね。だけどその中でやっぱりずっと今のようなオリジナリティのある研究をしたいなとか、まあ宛先はそれぞれその時によって違っていたけれども、何らかの明確な宛先を意識しながら、誰に読んでほしいか、どんなふうに読んでほしいかってことを意識しながら自分は研究してきたのね。ただ僕の時代には今言った3つの問いなんていうのは明確じゃな、3つのチョイスは明確じゃなかったんだよ。もう全然英語できないかったんだからさ、今だってそれはうまくないけど、それで英語できないやつが突然まあ留学しようかなとか思ってアメリカ行って PhD 取ってきて、それで帰ってきて、またずっと日本でずっと東大で18年ぐらい教えてて、もう日本語でずっと教えてて、まあこれでまあ日本語だなとか思って、意外とまあ本も売れたしよかったなとか思って、そこそこ満足していたんだけど、満足しきれなくなっちゃったんだな、それに。そして50代の前半でその3つのチョイスに、自分で選んで3つのチョイスを見つけに行ったんだな。でもう10年経つんだけど、未だに答えは分かんない、それ何なのか。まあもちろん研究はしてるんだけど、とっても難しい。ただ小さいながらも誰かが作ったジグゾーパズルのピースをはめるような研究だけはしたくないってずっと思ってやってきた。でそれも昔はそのジグゾーパズルの見せるパズルの完成図を見せるのは日本の日本語だったから、日本の対象を対象にしてそれをやってたんだけど、できれば今はもっと広い日本語を超えてそのパズルを作れないかな、パズルを見せられないかなと思ってやるようになった。まだ抽象的だな。そうするとその時に結構日本の教育って面白いんだよ。それはなぜかっていうと、日本のような、あの多分イギリスっていうのはある意味じゃ近代的な教育の発達が近代国家や近代の産業界にも遅れて発達したって僕は思ってるから、そういう国に比べると教育の持っていたそのなんだろうな、歴史の中で果たしてきた役割っていうのが多分違うんだな。例えばイギリスみたいな社会と比べた時に、まあ、これはすごいシンプルな比較だから厳密な比較をするにはもう少しちゃんとした議論をしなきゃいけないんだけれども、でも例えばそういった時に日本のように近代国家ができて、その上で近代的な教育制度を作った国と、近代的な国家や市民社会やそういうものが出来上がってくるプロセスの中で今近代の教育と呼ばれているものができた、そういう歴史を経験した社会とは随分教育に対する見方が違うし、社会の中でどんな働きをしているかっていうのもおそらく違うと僕は思ってるんだな。で一言で言えば近代と教育ってことなんだけど、じゃあその近代っていうのはじゃあ何なのかっていうのこと自体がもうおそらくが英語で言うモダンとかモダナイズとかっていう言葉と、モダナイゼーションとかって言葉と、近代とか近代化って言葉はもうすごくそこはあのズレが、大きなズレがあって、そのズレを見るのに教育っていう現象はとっても面白いんだな。おそらく他の領域よりは意図的に作られてきた制度であるがゆえに、いろんなディスコースが残っていて、ストラグルがいっぱい記録されていて、ほとんど日本語で記録されてるということは、日本語読めない人には読めない資料だから、これをやったと思うわけだよな。そういうふうにしてうまく自分が
探り当てたテーマとそれをサポートするエビデンスを日本語で見つけて日本語で考え始めて、それがどうやったら日本の外で通用するかってことを考えています。まだまだだね、難しい。とってもでも少しずつそういうのを、まあ、ジェレミーとの協調もあるんだけども、そういうことを書き始めてます。でそれは本当にそれが本当に通用するかどうか、これは僕のね夢だからね、あんなことを偉そうに言ってたけど全然通用しなかったじゃないかってことかもしれない。だけどこの年になっても研究やりたいなって思うのは新しいゴールがそこにあるからなんだよね。だからさっき君たちが50年研究をやってった時に何が起きるかねっていうのも、もちろんそれは未来のことだからわからないんだけど、その時に研究をやり続けたいって思うパッションの中に新しいやっぱりゴールのセッティングがあるんだよね。でも多分最初は強者研究乗りたいなとかそういうのから始まって、で次は博士が踊りたいなとかがあって、その次はアメリカンジャーナルに乗せたいなってのがあって、でこういうのやってってだん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 やって短調書きたいなとかがあって、売れる本が書きたいなとかがあって、でいろいろやっていくうちに、もちろんいろんなことをしてきたんだけれども、東大で18年20年近くやった時にもうこっから先あと10年やっても同じかなと思ったんだよね。これ場を変えるしかない、二次会みたいなもんだよ。二次会に行かないと本当の話ができないと思ったわけだな。まあ一次会を知ってるのはあの辺にいるんだけどさ、一次会の頃の学生さんが。だけどそういう一種の何だろうな、新しいゴールを見つけるっていうのは言葉を選んだことによってできたし、しかもそれによってレファレンスの先がもう教育社会学でも社会学でもなくなっちゃったんだな。これピーターは自分ではジャパニーズスタディーズだと思ってるの、エデュケーションリサーチャーだと思ってるの。できるだけそのようなことを考えないようにしてますね。そうだよね、ジェレミーもそうだよね多分ね。つまりどっかに自分で勝手にこれ作っちゃうとさ、宛先決まっちゃうじゃん。それよりはあえてそんな風に狭い範囲にディスプリンをベースにしてなのか、国をベースにしてなのか別にしても、なるべくそうじゃないところに通用したいんだよね。でそれは教育っていうのは入り口や窓口であって、決して教育そのものを研究して教育研究者になるっていう日本語で限られた学問共同体の中で言ってることとは多分違うんだよね。僕は今でも教育を研究してます。だけど教育社会学者ってもう自分で思わなくなった。だから多分今僕がやってること教育社会学研究投稿しても絶対乗らない、こんな大それたことを言うのはおじいさんだけだとか言ってさ落とされちゃう多分。もうそれはちゃんと実証的な軽量的な研究で手堅い研究やった方が絶対乗るからね。だけどさ、そういうこう宛先を自分なりで決めたときに、すでにある制度化された宛先ではないところに決めたときに自由度が生まれることによって、こだわらないで自分の研究のオリジナリティや重要性っていうのをこうアピールできる場所も作られるんだよね。だから皆さんがみんなそんなふうなことをするかどうかは私には分かりませんが、できればもちろん誰かが作ったジグゾーパズルのピースを当てはめる研究者ってとっても大事なんだよ。そういう研究がないと、それこそその研究の基盤っていうのはそうやって着実っていうのかな、そうやって積み上げていくしかないことがあるし、あるピースがないことによってある事実が確定しなかったり、あることがはっきり言えなかったりすることがあるから、それはそのピースをはめるっていう発想も大事なんだけど、でもそうやってパズル自体を作りたいと思った時にはこれはボケてくんだな自分の中で。でもちろんそれとそうとはいえ発表する先は決めなきゃいけないから自分の中で選ぶんだけど、その選択は相当自由になる。
まあこれは年寄りの繰り言かな、ここまで言っちゃうとな、あの若い時はそうは言ったってまずは目先の強者研究からだからな、まあ修論か、修論からあって、それを次にあの学術誌に載せて、そしてそれを積み上げて、学士もらって、そして次はポスドクになって、でできればテニア付きになってって、こういう段階があるから、それはその時には必ずこれに認めてもらわなきゃいけないから、これの宛先の中でやるしかないし、それはある意味ではそのやり方を教えてくれたり、作法を教えてくれたり、こういう先行研究を読めなきゃダメだよってことを教えてくれたりっていう、すごい規範的な集団でもあるんだけれども、規範の押し付けでもあるんだけど、でもそこでそのまんまそれを受け入れるだけで終わっちゃうのか、でもそれを受け入れながらもう一回それを外に出すっていうことを考えるかで、僕は違ってくると思うんだよね。必ずそのプロセスなかったら、そんな今62歳のおじいさんが言ってることとはさ、君たちは22歳なのは全然22、3歳に違うに決まってんだけど、だけど少なくともそういう先があるってことだよね、チョイスが。でそういうふうに22、3歳の時に思って研究を始めるっていうのは、もうこんなこと言ったってさ、明日になりゃさ、こっちの枠の中の方がずっと強いんだから、この枠の中でギリ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 やるのが最初の大学院なんだから。でもこれとっても重要なんで、トレーニングとして。だけどその時にギリ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 、ディスプリンっていうのは規律訓練だから、学問っていう言葉と一緒だけど、それをこうしつけられることによって、しつけられたものの力を使って今度はそれを破っていくっていう、それ抜きには無手活流には無理なのは、先行研究を無視して私はこれが新しいって言ったって信用してくれないってことと同じことですよ。なんだっけな、そうか。でこういうことが面白いって思えるのがこの職業のいいところだな。こんなに自分で面白がってるのに、誰かがお金を出してくれて雇ってくれて、誰かが学生になりたいとか言って来てくれて、そしてその人たちを教えることや自分でその本や論文を書いたりすることで生きていける、このレイジャーだよね、完全なね。だって僕なんかいなくたって世の中全然困らないんだ。何の日本の生産性に1円たりとも消え、あ、そんなことないか、本が売れると少しは GDP に寄与するのかな。まあでもほとんど生産的には寄与してないと思うんだけれど、だけどそういうような一種の余裕っていうのが社会の中にないと、批判的な思考っていうのは生まれないし、批判的な思考っていうのが生まれないと、本当にさっきちょっと学部長室で話してたんだけど、忖度っていうのは主体的な関わりだからね。まあでも半分冗談にしても、そういうふうにしていわば、あの一種のおもんぱかることによって主体的に関わってんだよね。全然批判的ではないよね。主体的な学びはどっちに行くんだろうね。忖度の形成なのかね、批判的思考力の形成になるのかね、アクティブラーニング、どっちに行く？つまり、最後はちょっと わけ分かんなくなっちゃったけど、例えばだけど、主体性とかって言葉が持っている意味合いは、主体的に学ぶとか言ったって、忖度みたいなものまで含めて考えたら、これ両面があるわけだよね。それはある国の、ね、トップの人にとっては、そんだけ忖度してくれる官僚が身の回りにいたら、主体的に忖度してくれたらありがたいね、命令は一切してないんだからと証言してるじゃない、ね、命令してないってことは自分たちでやってんだよ。あの主体性はどうやって生まれたのかね、日本の教育がどうやってああいう主体性を作ったのかね、これパズルだよ ね。こういうのがね、いくらアクティブラーニングっていう概念を持ってきても研究はできないんです。すでにそういう人たちがいるんだから、
その人たちがどうやって主体性を確立作り上げたかってことを、そのケースから、過去のケースから考えていくしかない。そうやって過去のケースから積み上げて研究するのと、なんか外国の言葉を持ってきて解釈して現場に下ろすっていうのとは全然発想が違うと思うんだよね。まあちょっと最後はまとまりのない話に終わりましたけれども、そういうふうにして例えば主体性一つ取ったっていろんな意味があるんだよ。でそういうことをこう、おそらく批判的能力っていうのはそれに対してちょっと変だなと思ったことに言葉を与えることだから、そのためにはやっぱり批判的思考力を鍛える、まさにディスプリンとしてのこの学問共同体の中で学問をしつけられるってことは必要なんだよ。それなしではそう簡単には思いつきでは批判的思考力なんて、ね、育たないし、それはただ単なる非難や悪口であってほとんど建設的な議論にはならないんだよ。だけどそれをどう使うかっていうのは主体的な忖度をする人になっちゃうのか、それとも それに対して批判的な目を向けることができるのかっていうところの違いなんで、これは大学教育の役目だし、皆さんが将来大学教師になったり大学で教えたりするっていう時にはいわばそういう人たちになるように教えたいわけじゃない、忖度する人よりは、ね、だからまあ最後は準拠集団の拘束力みたいな話でなかなか出口がないような話かもしれないけれども、そういうそのいわばこの中で生きていく時の生き方としてはいろんなチョイスがある中でどうするかっていうことと、まあ最後なんで主体性なんてことを言ったかっていうと、教育の言葉はこういうのが多すぎんだよ、まやかしの言葉が。でこういうのに教育研究するんだったら疑いの目をまず向けること、そこにどんな多義的な意味が含まれているかってことに目を向けないとそこから批判は起こらない。それは別に政策の批判をしなさいって言ってるんじゃなくて、そうやって与えられてきた概念をこういう先行研究とかこういうものが与えてくれる何かに対して自分がそれをどういうふうに受け止めるかって問題でもあるんだよね。随分まとまりのない終わり方ですが、一応ここで終わって質問を受けた方がいいのかな、ね、すいません漫談みたいな話で、一応じゃあ講義になってるのかどうか分かりませんけれども、私が伝えたいことは伝えました。ありがとうございました。